皆さんこんにちは、ケガリンチャンネルのケガリンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけど、ファーストタッチ、トラップの極意をちょっと説明していきたいと思います。トラップって簡単なように見えてめちゃめちゃ大事。指導者によっても教え方全然違うけど、今日はケガリンなりのケガリン流トラップを教えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあ行ってみましょう。ポイントの一つ目、スイートスポットを探してください。トラップのスイートスポット探して。一個前の動画とかでもインサイドのスイートスポット探したでしょ。それと一緒、トラップもやりやすい一箇所を常に探し続けてください。ポイント二つ目、向かい手になるようにトラップしてください。来たボールをよくこうやってバックスピンをかけてトラップしちゃう子多いと思うんですけど、これ絶対やめてください。まあ理由としては、芝生の状況だったり、土とか人工芝、天然芝、あとは雨が降ってる降ってないね、スリッピーな状況でバックスピンかけても晴れの人めっちゃ差が出ちゃうでしょ。滑ってボール止まんないでしょ。そうだから、できるだけ回転をかけずに無回転で止めるようにしてあげてください。そうすると雨でも人工芝でもどんな状況でも同じようなトラップができるようになります。3つ目なんですけど、トラップで止めることを目的にしないでください。フロンターレとかが止めて蹴るの練習出してると思うんですけど、それを見すぎてみんなこれで止めることばっか意識しちゃってる。でも何のために止めるかって言ったら、次のプレーにスムーズに移動できるために、移行できるために止めるんでしょ。そうだから、止めるところにこうやってこだわりすぎずに、次の目的があった上で止めてください。対面パスだったら次スムーズに蹴れるために止めるんでしょ。その意識があるかないかでプレーのスピードに差が出ます。なので、目的を意識してやってみてください。ダメなトラップいきます。いいトラップいきます。今見比べてもらったら分かるんだけど、バックスピンをこうやってかけるトラップしちゃうと、バックスピンがこうかかって止まるまでの時間がコンマ数秒あるでしょ。その間正確なプレーできないのよ。触った瞬間に無回転でピタッと止めれば、タイムロスゼロで次のプレーにこうやって移れるのよ。バックスピンかけちゃうと止まるまでの時間がかかっちゃう。雨の日とかだと精度が変わっちゃう。ピンのこの摩擦が変わっちゃう。だから無回転で止めてくださいよ。スイートスポット探してくださいよ。この動画本物しか伝えないんで、この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。あ、もう俺